日はお買い物ということですけれども、はい、どんなワインを探しとかありますか？そうですね、来る途中にちょっとお肉買ってきたんで、はい、なんかお肉に合うワインをよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、じゃあこちらよかったら売店ですね。はい、どういう感じのお肉ですか？伊豆牛のちょっと赤身肉のサーロインを。あ、いいですね、はいはい、サーロインです と、 個人的には、はい、白も赤も両方いけるかなっていう感じがするんですけれども、はい、まあ、塩とか胡椒でさっぱり食べるんだったらこの赤伊豆で作っているシャルドネを使用した伊豆シャルドネの2019年がおすすめですね、はい、こちらに書いてあるんですが、果実の爽やかな香りがあるのと酸味が程よく乗っているので脂っぽいものを食べた時に口の中をさっぱりさせてくれる不快感が、とてもお肉に合いますね。いいですね、はい、であともう一つが、まあ、お肉なので王道の赤ワインを合わせるっていうのも、はい、とてもおすすめですね。で赤でおすすめなのがこちらのメルローですね、はい、こちらも目の前の中伊豆ワイナリーのブドウ畑で作ったワインなんですけれども、メルローという品種を 100% 使っています。樽熟成をさせているので程よい熟成感とコクがあって、まあ、しっかりこう焼いて、はい、ソースとかでがっつりいただくお肉にはとてもよく合わせられます。なるほど、なるほど、はい、お好みのものよかったらお選びください。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日のキャンプではローストビーフ焼いていこうと思うんですけど、これ伊豆だと伊豆牛ってのがあって、伊豆牛ってどこで飼育してるんですかね、わかんないんですけど、それを売ってる平井精肉店というお店があるので、そこで厚切りのステーキを買っていきたいと思います。もうすぐ到着します。これ移転してすごい立派な門構えになったんですけど、すごいっすよ、渋いっすよね。ちなみにメンチカツめちゃくちゃ美味しいんですよ、ここ。はい、お待たせしました。どうぞ。こんにちは。こんにちは。はい、お願いします。お願いします。ステーキが欲しいんですけども。ステーキ。はい。ここに出ているものでよろしいでしょうか。そうですね、ちょっと分厚めにこう切り出してもらいたいんですけど。ちょっと厚くだ。はい、お願いします。ステーキをこんぐらいに分厚く切り出してもらいたいんですけど、厚さがこのぐらいで、そうですね、はい、はい、ちょっと待って、はい、1枚でよろしいですか？1枚で、はい、わお、このぐらいでいいですか？そう、もう気持ちちっちゃめで、こんぐらいですかね、こんぐらいで、このぐらい、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当骨付きが美味しいんだよ、はい、お願いします。ここのこれ食べるんじゃなくて、左方向です。左？あ、なるほど。安城の滝とキャンプ場入り口、あと1キロ。初めて来るキャンプ場なんで楽しみですね。着きました。お？何？カブトムシ？すげえ。アーティスティック。本日はソウルワットのワンポールテントを立てていきたいと思います。8本ペグダウンしてポール立ち上げるだけで立つんで、いい地盤ですね。本日の焚き火台は山賊マウンテンさんのマウンコルオルテガバージョンです。これ去年の
4月に僕の誕生日に相棒であるケンイチくんがプレゼントしてくれました。だいぶ使って年季入ってきましたね。かっこいいですね。今サイトが出来上がりました。我ながらかっこいいな。いいですね。ホールワットかっこいいですね。こちら本日のメイン、ナカイズワイナリーのワイン。いや、いつも普段こう500円のワインとかそんなワインしか飲んでないんで、めちゃくちゃ楽しみですね。そしてこちらのモバイルバッテリー、今日も結構寒いんで、こちらの電気毛布をちょっとお尻に敷いて温まっていきたいかなと思います。いや、あったけー。これさてさて、いいっすか。いいっすか。いただきます。一番搾り。本日は杉の葉の乾いたやつがそこら中に落ちてるんで、これを着火剤にして火をつけて育てていきたいと思います。よく燃えるんですよねこれ。皆さんどうですか。心の中でトゥルットゥンとなりました。
僕も完全になってましたね。ショックでケトルでお湯を沸かして温かいスープを飲みたいと思います。サンドイッチ用のパンも焼いていきます。どうしようかな、これどうしようかな、もうすげえ大変なんだけど。なんとかソース作れてます。いい匂い、ニンニクが効いてますね。ちょっとこっちに吸湿しておきます。いや、大焼きでソース作るもんじゃないね。
いやうまく焼けてるかな。緊張の一瞬ですね。肉汁が出てますね。これはどうだ、いきます。よいしょ、来た、出ます。いつもより多く焼けております。チャーシュー、レタスと玉ねぎ、肉、先ほど作った特製ソース、うん、うまっ。